今回の問題を楽しみにしてくださっている皆様、申し訳ありません。今回の問題は動画の本編でいくつか問題用意しているので、そちらでチャレンジしてみてください。お世話になっております、マサルです。長く続いたスパニングツリー編も今回で最後の動画になります。最後はスパニングツリーでこんな問題を理解しておくと本番の試験でも役立ちそうという問題を取り上げています。一緒に総まとめしていきましょう。それでは始めていきます。まず最初はポートの役割の問題です。こちらの構成をご覧ください。こちらの構成の場合、非指定ポートはどこになるでしょうか。力試しなのでちょっと面倒くさいとは思うのですが、ぜひ一度動画を止めて自分の力で非指定ポートが見つけられるかチャレンジしてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。正解はこちらです。こちらが非指定ポートになります。どのようにして非指定ポートを見つけるか一緒に見ていきます。まずポートの役割が出題されたら、ルートブリッジを見つけるところから始めましょう。ルートブリッジはブリッジ ID が一番小さいスイッチです。今回は全てのスイッチプライオリティが同じなので MAC アドレスを比較します。 MAC アドレスを比較して一番小さいスイッチはこちらのスイッチです。ルートブリッジが分かったら、次はルートポートを探しましょう。ルートブリッジに対して最も近いポートがルートポートです。今回各リンクの帯域幅は同じなので、このスイッチとこのスイッチでどのポートがルートブリッジに近いかはすぐ分かりますね。このポートです。ではこのスイッチのルートポートがどちらになるのかを考える必要があります。まず累計コストで考えますが、コストはリンク2本分なのでどちらも同じです。累計コストでは判断することができません。そういう時はブリッジ ID を見て判断します。接続先のブリッジ ID を比較して、小さい方とつながっているポートがルートポートです。ブリッジ ID はプライオリティと MAC アドレスで構成されているので、今回プライオリティが一緒なので MAC アドレスを見て比較します。このスイッチとこのスイッチの MAC アドレスを比較すると、こちらのスイッチの方が小さい MAC アドレスを持っているので、こちらのポートがルートポートに選出されます。次は指定ポートを探します。各リンクに指定ポートを存在するので、ルートポートの対抗は指定ポートになります。ルートブリッジの各ポートは指定ポートになることもしっかり覚えておきましょう。残ったこのリンクを考えていきます。このリンクで指定ポートを探すときには、ルートパスコストを考える必要があります。このスイッチとこのスイッチのルートパスコストを見ると、このスイッチはリンク1本分、このスイッチはリンク2本分でルートブリッジに届きます。なので小さいルートパスコストを持っているのはこちらのスイッチです。よってこちらのスイッチが持っているこちらのポートが指定ポートに選出されます。残ったポートが非指定ポートになります。ポートの役割の問題が出たら、今やったようにまずはルートブリッジを見つけてルートポートを選出して、その後に指定ポートを見つけて余ったポートが非指定ポートです。この流れでぜひチャレンジしてみてください。次はポートの役割の応用編です。こちらの構成を見て非指定ポートがどこになるのか考えてみてください。こちらも動画を止めてぜひチャレンジしてみてください。少し時間を置きます。それでは答えです。答えはこちらになります。このポートが非指定ポートですね。このような応用的な問題が出た場合も問題を解く流れは一緒です。まずはルートブリッジから探しましょう。プライオリティは今回同じなので MAC アドレスを比較して、MAC アドレスが小さい方がルートブリッジに選出されます。今回はこちらの MAC アドレスの方が小さいので、こちらのスイッチがルートブリッジになります。次はルートポートを探しましょう。ルートブリッジに近いポートがルートポートになりますが、今回も帯域幅が同じです。なのでルートパスコストは変わりません。さらに接続先のスイッチも同じなので、ブリッジ ID で比較することもできません。ブリッジ ID も同じになりますね。ブリッジ ID でも比較することができない場合はポート ID を比較します。小さいポート ID と接続している方がルートポートに選出されます。接続先のポート ID を見て FA0-1 と FA0-2 を比べると、 FA0-1 の方が小さいので、こちらがルートポートになるということです。この時比べるのは相手のポートの小さい方なので、ここはしっかり注意しておいてください。自分のポートの小さい方ではありません。ルートポートというのはルートブリッジに向かって一番近いポートがルートポートに選出されます。ルートブリッジまでの状況を見て近い方がルートポートです。では次の問題に行きましょう。
次は収束までにかかる時間を考える問題です。こちらの構成でこのリンクに障害が発生した場合、収束するまでの時間は最大何秒でしょうか。なおタイマーはデフォルトの設定とします。少し時間を置きます。それでは正解発表です。正解は30秒ですね。今回は直接的な障害に当てはまるので、このスイッチはブロッキングステータスのポートをすぐにリスニングに変更することができます。リスニングに変わったら配送遅延タイマーの15秒、ラーニングで15秒、計30秒待ってフォワーディングの状態に遷移します。フォワーディング状態になれば収束したことになります。なお収束というのはコンバージェンスと同じ意味です。 CCNA の試験では変な部分で日本語が使われていたりすることもあるので、収束と書かれていてもコンバージェンスと書かれていても両方とも対応できるようにしっかり理解しておきましょう。今回はこちらのリンクで障害が発生した場合で考えましたが、もしここのリンクで障害が発生した場合は間接的な障害になりますので、ブロッキングのステータスからリスニングに変わるときに最大エイジタイマー20秒が必要になるので、20秒足す15秒足す15秒で最大で50秒かかります。直接的な障害は30秒で、間接的な障害は最大で50秒です。次は小コマンドを見ながら答える問題です。こちらの構成をご覧ください。スイッチ2で小スパニングツリーを実行しました。実行した結果がこちらです。こちらの出力を見ながら答えていってください。現在 VLAN20 で利用している動作中のスパニングツリーのモードは何でしょうか。少し考えてみてください。正解はこちらを見るとわかります。スパニングツリーイネーブルドプロトコル IEEE と書いています。 IEEE が何を表しているかというと、 PVST プラスが動作しているということを表しています。もしここが RSTP ラビット STP と書いていれば、 PVRSTP プラスが動いているということになります。それぞれの規格の名前もしっかり覚えておきましょう。 PVST プラスの場合は IEEE802.1D で、ラピッド STP の場合は IEEE802.1W です。動作中のスパニングツリーのモードはこちらを見て判断してください。ではこちらの小コマンドを見ながら次の問題です。VLAN20 のルートブリッジはどのスイッチでしょうか。少し考えてみてください。正解はこちらを見るとわかります。ルートのアドレスは末尾95と書いています。末尾95を持つスイッチはこちらのスイッチ0ですね。なのでスイッチ0が正解です。小スパニングツリーでは上にルートブリッジの情報、下に小スパニングツリーコマンドを実行したスイッチの状態が載っています。それでは次の問題です。スパニングツリーとラピッド STP の違いについて答えてください。スパニングツリーではポートの役割としてルートポート、指定ポート、非指定ポート、3種類の役割がありましたが、ラピッド STP ではスパニングツリーの非指定ポートをいくつかの役割に分けています。この役割とは何でしょうか。この役割は代替ポートとバックアップポートです。代替ポートがルートポートの予備、バックアップポートが指定ポートの予備として振る舞います。次はポートのステータスです。ラピッド STP のポートのステータスはスパニングツリーのディセーブル、ブロッキング、リスニングをまとめて一つのステータスとして扱います。このステータスの名前は何でしょうか。このステータスはディスカーディングですね。スパニングツリーのディセーブル、ブロッキング、リスニングはそれぞれデータフレームを転送しない、 MAC アドレスを学習しない、同じ特徴を持っているので、ラビット STP ではディスカーディングというステータスでまとめています。次はポートファーストに関する問題です。この構成でポートファーストを設定するのに適しているポートはどこでしょうか。少し考えてみてください。それでは答えです。ポートファーストを設定するべきポートは PC やサーバーが接続しているループが起こらないポートです。なので今回の構成で言うと PC やサーバーが接続しているこれらのポートがポートファーストを設定するのに適しています。ポートファーストを設定をしておくと初期状態のブロッキングからすぐにフォワーディング状態になるので即座に通信可能になります。それではスパニングツリーの総まとめの問題は以上です。スパニングツリー編お疲れ様でした。ここまでスパニングツリー勉強してみて皆さんいかがだったでしょうか。結構ややこしくて難しいですよね。
実際にスパニングツリーは難しくて運用しにくいと言われています。なので実は少しずつスパニングツリーは現場で使われなくなってきています。スパニングツリーに代わる技術としてトリルやリンクアグリゲーションとスタック接続を組み合わせて使うことで信頼性を高めるという方法が取られることが増えてきています。このあたりは CCNA と被る部分は別の機会でお話しします。現在スパニングツリーという技術は下火であり、これからは別の技術が使われるということです。このような現場の感覚は知っておくと良いと思います。とはいえ CCNA を受ける皆さんはスパニングツリーを現時点では勉強する必要があるので頑張って勉強していきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。